衆院選は明日公示され、27日の投開票に向けて12日間の選挙戦が始まります。熊本1区に立候補を予定しているのは、自民党の前職、木原稔さん、立憲民主党の新人、出口慎太郎さん、参政党の新人、重松貴美さんの3人です。熊本2区です。自民党の前職、西野大輔さん、共産党の新人、奥田好美さん、参政党の新人、近田茜さんの3人が立候補を予定しています。熊本3区には、自民党の前職、坂本哲史さん、社民党の新人、橋村里香さん、参政党の新人、上田隆俊さんの3人が立候補を予定しています。熊本4区です。自民党の前職、金子恭さん、立憲民主党の新人、笹本由紀子さん、日本維新の会で元職の矢上正義さんの3人が立候補を予定しています。今回の衆院選は県内4選挙区すべてで自民党対野党の構図となる公算が大きくなっています。選挙戦では政治と金の問題を受けた政治改革や物価高への対応などが争点となる見通しです。選挙戦で何を重視するのか、有権者に話を聞きました。いい加減にしろよって思いますいい加減にしてって思います。もう人の税金何使ってんのっては思います。うん、それが一番。やっぱり自分たち若い人こそ多分何も知らないし、本当なんか調べないと何もわからないと思うんで、その若い人が逆になんか少ないみたいな、でその若い人が行くためにも、そのなんか短さじゃなくてどんどん調べる時間を取った方がいいのかなと思いますね。周りの声とかみんなの声とかも聞いてると、やっぱ不安っていうか、そういうのばっかり募ってるんで、まあどう選ぼうかな、もうなんか結局消去法じゃないですけど、それで選ぶしかないかなみたいな。今賃金のまあ、底上げとか問題になってるので、もうちょっとですね、子育て世代のこう手厚い保障とかがあったら、まあ嬉しいなっていうのは感じています。なんか物価も上がってるし、そしてもらうのは減らされて、年寄りはですね、安心して生活ができるような、暮らしができるような政治をしてほしいです。この大津町も半導体という会社が、大きな会社が来たのでですね、交通の方、道路の方もしていただきたいしですね、農家の方に水張り問題とかですね、楽しい、生活ができるようにですね、ちょっと考えていただきたいと思っております。はい、南北もそうですけど、そうですよね、うん、どうしても格差は生まれますけど、うん、それをどうにか政策に持っていけるような人を選びたいですよね。解散から投開票まで18日と短期決戦となる今回の衆院選。専門家は選挙戦では具体的で明確な政策を訴え、有権者の判断材料を示すべきだと指摘します。生活に直結する問題としてはですね、やはり物価高だろうと思うんですね。給料が上がらないとか物価高といった経済問題が一番直結はするんですけども、裏金問題は裏金問題として、まあ、対応しなきゃいけない制度的な問題もですねあるとは思うんですけども、まあ、それとは別にですね、生活に直結した問題ということもですね、やはり意識をしてほしいなというふうに思いますね。